はい。ということで、こちら、6階のエレベーターホールになっております。はい。エレベーター前にはですね、こんな感じで、これ VOD のカードですかね。あとは、ズボンプレッサーなんかが置いてあります。はい。結構廊下広いですよね。はい。まあ、ちょっと、去年できたばっかりということで、かなり綺麗ですね。はい。すごいな、この空気清浄機。でかー。すごい巨大な空気清浄機ですね。これ初めて見たもんね。どこのなんだろうね。はい。今日のお部屋ですが、カードキーはこんな感じのブルーの若々しいカードキーですね。今日泊まるお部屋、615号室、こちらになってまーす。はい。では入ってみたいと思います。じゃん。おー。そっか、今日はそうだ、空いてなくて、喫煙室になったんで、なんか入った途端、ちょっとタバコの匂いがしました。はい、入ってですね、下はこういった形のカーペットになってます。模様付きですね。で、右側にこういった形で姿見がありまして、部屋の配置はですね、こんな感じになっていてですね、おー、結構面白い感じで配置されてますね。2、4、6、8。15個ですかね。ワンフロア15個になってるという感じでございます。はい。まず、入って左側、こんな感じで段差があって、これ水回りだと思うので、入ってみたいと思います。じゃーん！スイッチオン！はい、ということで、ユニットバスでございます。木製のパネルが1枚、1面はそんな感じになってますが、新しいですね。リクシル、リナックスリクシルのトイレ。ちょっと長さが短いタイプですね。これ多分、長さ、ごめんなさい、幅が120しかないんだな、このユニット。で、ここにですね、アメニティとして、歯ブラシ、それからヒゲ剃り、そして、ヘアブラシ、ボディタオルという形で2個ずつありますね。なぜか。はい。コップも2個あります。はい。で、ここに、ボディウォッシュですね。それから、ボディウォッシュじゃない、ごめんなさい。ハンドウォッシュ。そして、ここにトイレタリーとして、始まりの、シャンプーと、それからボディ、トークがあるという感じですね。はい。始まりってこれどこのだったかな？ちょっと後でもう一回あれしてみますね。はい。で、こういった扇形のですね、洗面台がありまして、リクシルのこういった水洗になってます。ちょっとなんかホテルによってね、空いてるところと空けるところがあってね、バスタブはまあ、ちょっとちっちゃめですね、やっぱりね。はい。で、そこがちょっと下、かなり深いというか、下の方にある感じになっております。ここに鏡があってですね。それから、シャワーは、普通の形でちゃんとついてるという形ですね。はい。ちょっと、タオルが無造作にこの置かれているのがちょっと気になりますね。まあ、普通のオリジナルのタオルですね。こういったね、でもちょっと、ね、なんか前の人が使ったみたいな感じで、ちょっとあんまり好ましくはないと思うんですけど。はい。出まして、床の方にスリッパが2つ、これ使い捨てじゃないやつがありまして、その上にですね、木製のハンガーが、これも2つあります。お部屋、こんな感じでございます。じゃじゃーん。どうでしょうか？かなりコンパクトですね。はい。なんかリブマックスのイメージって、なんかブルー基調として若々しいイメージですけど、ここは割とインテリアがこの家具含めてダークブラウンになってて、カーテンもちょっとシックですね。ベッドのカバーもちょっとシックですね。ちょっと、あ、これ汚れかな？なんかありますね。ちょっと、天気がね、暗いんだよね、これ。これ言うと、あれ？これ、消し消しか。ここの電気はつかないんですかね、これね。これがちょっと気になるぞと。あ、来ましたー。はい。こんな感じでございます。はい、ちょっと見ていきたいと思います。お、ちゃんと空気清浄機、シャープのプラズマクラスターさんがありますね。しかも、こういったダークグレーのタイプになってます。これはサイドテーブルですかね。多分移動してですね、この上にコーヒーカップとか乗せて移動できたりするんだと思います。はい。そして、テーブル、そうですね。どうだろうな。奥行き40センチメートルぐらいですかね。45ぐらいあるかな。はい。で、長さがどうでしょうね。100センチメートルよりちょっとあるんで110ぐらいですかね。
いう感じのテーブル。なんでまあ、仕事、この上のをどければできるかなっていう感じですかね。で、下にこういったですね、背もたれのない椅子になってますね。はい、これがあります。テーブルの上には他にこういった消臭スプレーですかね。はい。消臭除菌の共有のスプレー。あと、ここね、喫煙室なんで、あれがあります。灰皿。そして、テレビが、アパホテルと違ってちょっとちっちゃめですかね。どうだろうな。32あるのかな？ないか。28とかなんですかね。ちょっと後で測ってみますね。東芝さんのテレビになってます。はい。あとは、ここにですね、ドリテックの、白の、電子ケトルがあります。はい。ただ、ビーマックスの特徴ですかね。これね、ハイアールの電子レンジが標準でついてます。個人的にはね、電子レンジ家にもないぐらい使わないから、この分なくて、このスペースが広い方がありがたいけど。まあでも今コロナでね、皆さん外から買ってくる人も多いから、なおさら重宝がられるのかもしれないです。はい。で、この棚のところ、1個目にですね、ビーマックスオリジナルのコーヒーマグカップ2つあります。操作はないですね。陶器製です。あとは、この右側にはですね、あれがあります。びっくりした。ごめんなさい。ヘアドライヤーですね。テスコムさんのヘアドライヤー。紺色のものがあります。そしてその下に A ステージの、ワンドアタイプのですね、こういった形の冷蔵庫になっているという形でございます。2021年生って書いてますよ。めちゃ新しい。すごいな。はい。ここにもコップがありますね。ガラスのコップ冷えてるの。これはありがたいね。はい。そしてベッドの上にですね、すっごい薄手の生地のビーマックスオリジナルのルームウェアですね。こんな感じだったっけ？かなり薄いね。で、ベッドがですね、どうだろう。120ですかね。これはね、セミダブルといった感じでございますね。のベッドで、枕が2つという感じになってます。で、ここにですね、今、僕がさっきあれした、あの、照明ですね。このルームが全体消えるの、こっちがさっき。ね、ただまあ、こういった形で、一つずつだけど、コンセントと USB があるのはありがたい。はい、まあ、あの、ビーマックス特徴、スランバーランドなんですよね。ベッドのマットレスがね、イギリスの王室も御用達という。あとね、ビーマックスはね、こういった形でマッサージも呼べるんですね。でもまあ、今マッサージ安いからね、もう、この値段だと、ビーマックスで泊まってこの値段だとちょっとって感じですかね。はい、上にはこういった形でエアコンもついております。こっちからですね、玄関の方を見るとこんな感じで、なんていうかな、個人的に言うとかなりコンパクトなので、この廊下のスペースがもったいないなっていう感じ、ちょっとしちゃいますね。はい、あとこんなね、針がやっぱりすごい、まあ、ブルーに色変えて、あんまり、なんていうかな、圧迫感出さないようにはしてるものの、この針の大きさがちょっと気になるかな。はい。で、窓。窓も、隣がもうギチギチだらしいですね。この、うっすらとわかりますけど。オン！はい。ということで、半透明で針金入りで、しかも隣はおそらく、もうすぐ隣のビルでございます。ということで、眺望なしという感じですね。光もほぼほぼ入りません。まあ、これはしょうがないかな。はい。という感じになっております。以上でーす。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、シングルルームでございました。こちら、喫煙室と禁煙室がありまして、今回はちょっと予約が取れなかった関係で喫煙室という形になりました。ベッドタイプがですね、セミダブル 120cm 幅のマットレスで、マットレスのメーカーはスランバーランド社製でございます。食事なすのまりで広さの方がですね、11平方メートル。料金が1名で5000円でございました。ただですね、ここから、横浜の、何ですかね、特別割とか、もろもろありまして、実際に支払った金額が900円という形で、格安で泊まらせていただきました。選んだポイントは、リンマックス、というところと、新築のホテルだというところで、今回予約はですね、じゃらん経由で予約をさせていただいております。今回の部屋の平面図、こんな感じになっております。はい。極めてシンプルですね。まあ、動画の時もちょっと申し上げたんですけども、ちょっとね、この廊下に相当する部分がなんかもったいないなという感じで、その分水回りになんか回してほしかったなと個人的には思いますが、面積が、11平方メートル、洗浄度が242という形で、東南向きの部屋になっております。数字で見るお部屋データ、まあ、こちらの、横浜の、まあ、ちょっとね、中華街というところもあってですね。まあ、路線価そこまで高くはないという形ですかね。ベッド幅もやや狭め、それから、
あれですね、バスタブの方もちょっと狭めという形でございます。あとですね、ちょっとね、 Wi-Fi スピードがちょっと遅いのが気になったかなというところですね。コンセント数、 USB ポート数は通常ではございました。2021年3月31日開業の新築の案件になっております。こちらのホテルはこんな人向けでございますが、まあビジネス、プライベート、双方を利用は可能なんですけども、どちらかというと、年齢的にはですね、若い人向きかなという感じでございますね。まああとは喫煙の部屋があるので、タバコを吸う方、あとはね、やっぱり横浜でカジュアルで、新しめなホテルを探している人、そんな人に向いてるんじゃないかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。横浜にはですね、実はホテルリビマックスが全部で6棟もあるんですね。具体的にはですね、横浜駅西口、それから横浜関内駅前、それから横浜元町駅前、それからバジェットでですね、横浜関内、それから、バジェットの横浜鶴見と、そして、まあ、こちらのですね、横浜スタジアム前という形になります。まあ、その中でもですね、こちらの横浜スタジアム前はですね、2021年3月31日のオープンということで、まあ、新築になりますので、まあ、この中でも一番新しいホテルでございます。そしてね、今、横浜の観光支援で、ファインド横浜という割引をやってるので、それを利用してですね、予約させていただいた形になっております。ホテルリビマックスはですね、もともとは、神戸のね、芦屋発祥のホテル運営会社、株式会社リビマックスが運営するホテルになっておりまして、まあ、1998年の創業ということで、まだね、23年という形なんですけれども、もうすでに、国内で167棟もですね、運営する一大ホテルチェーンになっています。まあ、ホテルね、リビマックスの中でもブランドは、ここにも書いてあるようにですね、プレミアム、それから通常パターン、それからバジェット、それからリゾートという形で4つあります。博レポにおいてはですね、過去、ホテルリビマックス赤坂グランデと、ホテルリビマックス日本橋人形町を紹介させていただいておりまして、前者の方が A 評価、後者の方が B 評価でございました。ホテルリビマックス横浜スタジアム前のですね、最寄り駅は JR 根岸線の石川駅になってまして、そこから徒歩5分ぐらいなんですけども、港未来線のですね、元町中華街駅からもだいたい徒歩6、7分で、ほとんど変わらない感じですね。同じように、関内駅からも同じぐらいかなという感じですね。はい。まあ、今回のムービーですね。まあ、石川町からだとあまりね、綺麗な風景でもないので、横浜中華街の方からのムービーを流させていただいております。中華街を抜けてですね、すぐのところにあるんですけれども、正面がですね、駐車場のようになっていて、まあ、実際駐車場回転式のがあるんですけども、なんでちょっとね、ホテルと分かりにくい感じはありますね。あとちょうどユッキーがね、チェックインしようと思ったの15時ぐらいだったんですけども、かなり実はフロントが混雑、チェックインの宿泊客で混雑してた感じだったんで、一旦まあ離れてですね、遅めのランチを食べてからチェックインという形を取らせていただきました。はい、それではですね、ホテルリブマックス横浜スタジアム前のベッドチェックになります。こちらのベッドはですね、幅が 120cm のセミダブルサイズ、長さが195、高さがですね 55cm ぐらいでございます。まあ、ただですね、マットレスの厚さが 30cm ぐらいでかなり厚いですね。はい、今日の部屋着でございます。かなり薄手のリブマックスオリジナルの、ここに名前の入ったですね、1枚もののルームウェアになっております。はい、ではちょっと倒れ込んでみたいと思います。せーの、おお、弾みますね。弾むけどバネ感の弾みじゃなくて、なんかトランポリンみたいな弾み方だったですね。ちょっともう一回いってみますね。せーの、おお、なんか久しぶりな反動です。お部屋の方はですね、まあ、コンパクトながら必要なものは、まあ、設備は一通り揃っていて、まあ、そこはね、さすがに大手チェーンかなという感じではあるんですけれども、まあ、あとあれかな、リマックスとしてはね、シックな感じのインテリアで居心地は悪くなかったんですが、例えばね、飲み物系が何もなかったり、まあ、ミネラルウォーターもないし、ウェルカムドリンクもないし、インスタント系の飲み物も何もないという感じでございますね。で、あと水回りもね、ちょっと狭かったということもあって、やっぱり他のビジネスのホテルと比べると、まあ、コストセーブしてるなという感じはありましたね。あと今はなんか省力化のために、スタッフもですね、夜はなんか、こちらのホテルは在住してなくて、不在になるような感じでございましたね。
あとはまあ、ビジネスホテルながら部屋に電子レンジがあるのは嬉しいんですけれども、逆に、電話とかはなくてですね、まあ一長一短かなという感じでございます。今回の部屋は眺望もなかったんでですね、まあそういった意味で新しい以外、あんまりこう、付加価値っていうのを感じることができなかったかなというところではございます。まあね、リブマックス自体がね、結構ね、今、省力化というのを結構図ってて、コスト削減、まあコロナのせいもあるのかもしれないんですけど、そういった絡みもあってですね、実は今荷物もね、預かりを受け付けてないという感じになっているので、ちょっとその辺の利便性がね、前に比べるとなくなってきてるかなという感じでございます。はい、ユッキー材でございます。今回注目させていただいたポイントはですね、まあ、なんていうのかな、まあ、チェーンだからね、仕方ないのかもしれないんですけども、やっぱりどこ行っても同じ感じでですね、中華街、せっかく中華街とか横浜なのに、それを感じられる要素が、看板とか装飾何もないという感じで、まあ、ハード面じゃなくてもね、なんかね、入り口の、なんか装飾変えるとか、ちょっと雰囲気を味わえる部分があるといいな、というふうに、個人的にはちょっと思いましたかね。はい。まあ、ただ一方で、じゃあ全部サービスとか均一かというとそういうことでもなくて、リブマックスってね、運営がなんかフランチャイズに近い感じになってるんですよね。なんで、サービスとかね、清掃にムラがあるっていうのは、まあ、いろんな口コミ見てると書いてあって、その辺がね、ちょっと課題かなというふうには思いました。ゆきのレビューです。お部屋、設備品は4とさせていただきました。水回りはね、ちょっと狭いんで2とさせていただいています。まあサービス、まあフロントの対応が悪いということではないんですけど、無料のサービスとかもないんで3とさせていただいています。で、環境眺望に関してもですね、ちょっと駅から歩くのと、眺望もなかったんで2とさせていただきました。まあ良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいていますので、参考にしていただければと思うんですけども、まあね、ちょっと残念だった点としては、まあさっき触れた荷物の預け入れが不可だったりとか、あとね、Wi-Fi のスピードが遅い。まあこんな感じがあるかなという感じでございますね。まあ新築なのにね、ちょっとね、Wi-Fi のスピードが遅いとちょっと残念な気分になりますよね。はい、ということで、総合満足度でございますが、今回は、B とさせていただきました。まあね、新築だから中身はね、新しくて綺麗ではあるんですけど、逆に言うとそれ以外は、なんか特別な要素っていうのがなかったかなというところで、まああとね、ぬもの系のサービスもないのはさすがにちょっと寂しいかなというふうには思いました。お得度でございます。はい、今回ね、やっぱり、まあ定価ではないけど、表示料金が5000ということで、まあそういった感じで考えるとちょっと高いかなと思いますね。もともとやっぱりリブマックスって安さが売りなはずなので、まあ実際泊まる時もですね、僕個人的にはやっぱ3000台だったらリブマックスでも泊まってもいいかなって思う一方で、やっぱりね、5000とかになっちゃうと、やっぱ他でもっとサービスとか内容的にいいホテル、特に横浜でもあるので、まあそれになるとちょっと割高感があるかなというふうには思いました。はい。ということで、キリンホテルの状況をここに書かせていただいております。はい。ということでね、まあ今回のね、料金、横浜で言うと安いじゃんということもあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと時期的にですね、このちょっと止まったタイミングが繁忙期だったというところもあって、実際は、時期がずれるとかなり安いホテルたくさんあるという感じではございます。はい、動画、興味ある方はですね、動画の説明欄に各ホテルのリンクも記載しているので参考にしていただけたらと思います。はい、最後にランチ食べたところ。今回もね、食べログ100名店の2つの中華行った両方ともやってなくて、もう、なんかね、前回もそうだったんですけど、残念だったんですが、まあ、たまたま、ここのお店見つけて入ったんですけども、まあ、ルーローファンが、結構有名なお店みたいで、でもね、せっかくなんだって思って、水餃子とかスープとか頼んでみたんですけども、結構ね、全部美味しかったですね。まあ、金額的にはね、まあ、週末だったということもあってか、そんな安くはなかったんですけど、ランチということではなかったんですが、まあ、食べる評価も高めでですね、おすすめでございます。はい、ということで、まあ、とはいえてもですね、この辺、横浜で、ね、特に若い方とか、安めでね、綺麗なホテル探してる方いたらですね、まあ、特に不満はあるわけではないので、泊まってみていただけたらと思います。それではまた。